はい、エミューの、はい、パドックの前からこんにちは。こんにちは。そろーりそろーりと行きます。さて、何があったんでしょうか。実は今日のお昼にエミューのとこに設置したギランが割れているのを発見しました。なぬ殻を回収しようと思います。ついに割れちゃったね。いい、来ほら、これ本当だ。おおおおおお、帰ってきましたよ、主が。あれ、片方しかない。いや、あ、なるほど。持ってる、ごめんなさい、ごめんなさい。違うんだよ。よし、帰ろう。そうなんだよ。帰ろう、帰ろう。ともちゃんが割ったんだよ。違う、違うんだ、大事ないで。よしよし、やった。まあ、回収するのがいいことかはわかんないですけど。返せこの野郎って言ってかな、はい、割れてもオラたちの卵だ言ってそう。あ、いや、でももう忘れたか。見に行ったはい、あ、でもな、これがあることによって、うんうん、その自分ら本来のね、うんうん、卵を産まなかったっていうのもあるかもわからないし。設置してからどのぐらい経ちました。1ヶ月以上経ったよね。うん、ね、そんなってないか。いや、まだ1ヶ月ぐらい、 ぐらい。でも、まあ、割れてしまったと。なんで割れたの。エミューが乗ったのかな。このこれなんかこっからプチってなった感じがする ね。こっちはまあ無事クシャッ。あれかな、あの放卵しようとしたん。いやー、でもエミューが乗ったぐらいじゃダチョウの卵は割れないと思ってけど。そもそもちょっともろくなっちゃった。あー、その可能性もあります。だいぶ硬かったけど、ね、はい、ということで回収しました。はい、以上です。以上です